着いたね。あの丸いとこではない、違う、あれじゃないんだ。バーベキューテラスでもない、そのどんちゃんこっちからすごいね。おお、すごいすごい。真ん中にあんの？そうだよ。隠れてんだよね、マチュピチュは。うん、マザー牧場の中に。あ、マザー牧場の中にあんのか、マチュピチュは。そういうことか。反対側。反対側がマチュピチュ。だからめっちゃ遠い。だけど、飛行機がガソリンみたいなくなっちゃうから、うん、歩いて行く。あー、そっかそっか。めっちゃ綺麗じゃない？トゲトゲな。めっちゃ綺麗だから。綺麗だね。ジンギスカン食べるよ。ジンギスカン食べるよ。はい、食べますよ。お願いします。おー、美味しそう。めっちゃ美味しいですね。美味しいね。うん、美味しいね。これ乗るの。クリーってみんな言われる。クリーって。はーい、二人で観覧車乗ってまーす。ね、お兄たちじゃね、違う場所行ったな。あれは？いないな。いないな。頂上到着しました。高いね。ちょっと高いじゃない、これ。あー、ちょっとね、のんちゃんこの苦手なのよ、実は。高い高い。ペジンちゃんは大丈夫なのに。じゃんけんぽい、じゃんけんぽい、じゃんけんぽい。あ、のんちゃん負けちゃった。じゃんけんぽい、じゃんけんぽい、じゃんけんぽい。発見した。そこだな。いた。発見したよ。観覧車の中から。すごいね。高いですよ。ここはどこですかね。めっちゃ高い。これ苦手なんですよ、ママ。ちょっとペジンちゃんが動かないでね。高いとこマジで無理なタイプなんですよ、私。もうダメだ。ちょっとやばくなってきた。美人ちゃん、この観覧車はね、美人ちゃんが乗りたいと言って乗ったんだけど、ちょっとやっぱ無理だな。濡れちゃったよね。ね、あそこのアトラクションでしょ、あっちの。そうそう、美人ちゃん乗ってなくてよかった。影も濡れちゃった。今着替えてる、寝ぼると。え、俺は今お尻びちょびちょ、びちょびちょ。パンツも、パンツもびちょびちょ。やば、ドライヤーないのかな。なんでなんで、あれ濡れた、前回濡れなかったけど。濡れるのよ、ちょっとバランスが。ああ、で、重かったのかな、体重調子か。そうかもね、バランス悪かったんじゃないの。これはね、どうぞ。ちっちゃい子たち。ご飯あげれる。